豊田敏郎君はじめにですね、現下のウクライナ情勢は誠に憂慮すべき状況にございます。ウクライナへのです、ね、侵略は明確な国際法違反でございます。国際秩序と世界平和を揺るがす事態となっていることについて、厳しく非難をいたします。 そこで一連の報道の中で、一つだけ気になっていることがございますので、質問をしたいというふうに思います。ウクライナ情勢の改善の見込みが立たず、避難生活の長期化に伴い、経済的な支援だけでなく、精神的なケアの重要性が増しているものと考えておりますが、今後の支援の在り方について、政府の考え方を問いたいというふうに思います出入国在留幹事長、西山次長。 委員ご指摘のとおり、避難生活が長期化していくことに伴いまして、避難民の方々のメンタルケアがより一層重要になっていくものと考えておりまして。 国が提供する一時滞在施設では、文化や風習の異なる我が国での生活に不安を抱える避難民の方々が、少しでもほっと安心できる場所となるように、避難民の方々が自由に集まり、懇談することのできるコミュニティルーム、あるいはキッズスペースを設置しているところでございます。また また一時滞在施設での支援だけでなく、地方出入国在留管理局においても、自治体やウクライナ避難民の方々からの相談などに対応すべく、ウクライナ避難民受け入れ支援担当を配置しておるところでございます。引き続き避難民の方々の生の声にしっかりと耳を傾け、安心して日本に滞在していただけるように、生活相談、あるいはカウンセリ等も含めて、可能な限りの支援を行ってまいりたいと考えております。 豊田敏郎君、えーまあ、全国にはです、ねえー、約900人近い方が避難していると伺っております、我が千葉県においてもです、ね、今、67名の避難人がおるわけでございますけれども、県内においてもです、ね、映画の鑑賞会やコンサート等の開催によりです、ね、寄付を募って支援しているという状況でもございます、まあ、政府においては、この辺もしっかりとです、ね、支援をしていただければというふうに思います。 続きましてです、ね、き、えー、今日は、えー、法務局の登記書備え地図の整備事業について取り上げたいというふうに思います。あのー、いわゆる災害、えー、等が発生した場合、えー、そしてです、ねあのー、この土地の,このインフラという,う観点からすれば、 地図の整備作業というのは大変重要な私は役割を占めているというふうに思います法務局ではこれまで平成の地籍整備の方針に基づきですね全国で地図作成を進めてきました自治体が行う地籍調査とすみ分けてですね実は法務局の地図事業では都市部の人口集中地域で 構図が元凶と大きくずれており、作業,業がです、ね、困難な地域を担当してきたと承知をいたしております。法務局では現在、平成27年度から10カ年計画により、土地区画調査士などの協力を得ながら、全国で合計200平方キロを超える範囲の地図整備を進めておりますが、 この10年計画も後半に差し掛かってきた今日、国民のニーズに沿った地図整備が実現されているか、改めて見直し、前に進める必要があると考えております。将来的には、日本全国の地図整備率100%の実現を急い,でほしい急いでほしいと思いますが、まずは法務局でなければ整備できない 大都市部や著しい地図混乱地域といったニーズ、緊急性が高いものから、優先順位をつけて進めなければならないと考えています。私もこの機会に、日本土地科学調査士連合会など、実務に携わっている専門,家から専門家からですね、意見を聞いてまいりました。 実に多くの意見が寄せられましたその要望を踏まえるとです、ね、全国の地図整備地域の中でも、特に整備が遅れている全国の政令指定都市レベルの大都市部、二つ目として人口集中地域の中でも、防災・減災の観点から、特にニーズの高い地域など、法務局による地図作成が急がれる地域が多々ございます。 このような作業の困難度とともに、優先度の高い地域をしっかり把握して、今後、戦略的、優先的に地図作成を進めていく方針を明確に打ち出していくべきではないかと考えております。法法務務局当局局当のお考えを伺いたいいたと思います法務省金子民事局長 お答えいたします登記所備え付け地図を整備していくことは、土地取引の円滑化や、公共事業、災害復興事業の円滑化に資するものであるとともに、政府が進めるまちづくり政策の推進や、デジタル社会に求められる不動産の基盤情報の整備という意味でも大変重要な役割を持つものと認識しております。このような認識から、法務省では作業の困難度の高い全国の都市部の地図混乱地域を対象に、 全国の法務局が主体的に行う地図作成事業を実施しており、直近では平成27年度から10カ年の作業計画を策定し、計画的に進めているところでございます。また、地方自治体が進める地籍調査に対しましても、当機関から自治体に助言を行うなどの協力を行っているところでございます。もっとも、党機所備え付け地図の整備率は全国で6割弱にとどまっており、 また委員ご指摘がございましたとおり、特に整備の遅れている大都市部や、防災・減災の観点から必要性、緊急性が高い地域などについて、早急な地図整備を求める意見があることは承知しているところでございます。法務省としましては、引き続き現行の作業計画に基づく地図作成を着実に進めるとともに、今後の地図作成事業の在り方につきましても、委員ご指摘の問題意識を踏まえ、 地方自治体など関係者の声も必要に応じて聞きながらしっかりと検討を進めてまいりたいと考えております。豊田敏郎君、あのですね、この東北の地図整備のですね、経済効果というものはですね、大変大きいとま言われているわけでございます。え、法務局においてはですね、戦略的推進をぜひお願いしたいと思います。え、次に法務局の地図整備事業について。 国の計画的事業として推進していく以上、国民の目線から見た場合の事業の満足度や効率化といった観点も常に強く意識してほしいと思います。その関係では、私がかねてから法務省に提案し、日本土地科学調査士連合会からも要望が出ていた、法務局の地図整備事業における、筆っ保全票の設置が、令和5年度から事業化される予定と伺っております。 このひっかい保全表とはどういうものなのか、またひっかい保全表について、今後、どのように導入していくのか、お尋ねしたいと思います法務省金子民事局長。お答えいたします。ひ、えー、っかい保全表とは、法務局の地図作成事業において、対象となる土地のひっかいの確認を行った際に、 その確認の成果を保全するとともに、その失敗点を現地において物理的に明らかにするため、法務局が現地に設置する予定としている金属プレート等の故障でございます。この失敗保全表を、今後、法務局の地図作成事業において一律に設置することにより、現地における失敗の位置が誰からも明らかになり、土地をめぐる紛争予防や土地管理の負担軽減につながり、公共事業の際のコスト低減も期待されるものと考えております。 法務省では令和5年度の地図作成事業から、ひっかい保全票を設置することとし、現在、その準備を進めているところでございます。法務省としましては、この新たな取り組みの目的や、ひっかい保全票の意義について、関係機関と連携して、国民一般に分かりやすく周知広報を行うことを含め、今後、ひっかい保全票の設置に着実に取り組んでまいりたいと考えております豊田敏郎君。 あのまあ終始徹底、行政団体も含めて、早い時期にですねえこの辺の徹底をお願いしたいというふうに思います。まあ、今後の地図の整備の在り方を考えた場合、効果的な手法やアプローチも考えていく必要があると思います。 地図作業にあたっては、従前のような専門家の人手による精密な作業のみを前提するのではなくです、ね、まあ、例えばドローンや人工衛星を利用した測量システムのような先端技術も補助的に活用し、スピードと効率を重視することによって、地図作業の対象面積を拡大して実施するようなことも考えるべきだと思います。 でそこで、法務省による今後の地図整備にあたっては、新たな技術や手法を活用する余地があるのか、さまざ、あ、まなアプローチを検討していくべきであるし、え本格実施に先立って、まずは思考的な取り組みを早期に行ってみるなど、対応を急ぐべきであると考えるが、法務省としてどのように進めるのか、お考えいたいと思います法務省金子民事局長。お答えいたします。 法務局では、これまでの地図作成事業にあたりましても、土地家屋調査士等の専門家の専門的知見を活用するなど、効率的な作業の実施に努めてきたところでございます。最も近似、ドローンや人工衛星を活用した GNSS などの新技術を利用した調査測量手法が広がり、地石調,調査で活用されるようになるなど、 技術のの進展によるる測量環境の変化が顕著でであり注目していいところでございます法務,法務局の地図作成事業につきましては、都市部の人口集中地区における地図混乱地域を対象にするとの特質がございますが、それも踏まえつつ、委員のご指摘のような、新たな技術や手法を活用する余地がないかという点につきまして、その効果的活用のための試行的な取り組みの可能性も含め、 今後しっかりと必要な検討と対応を行ってまいりたいと考えております。豊田敏郎君、あのその辺はしっかりですね検討していただきたい、そしてご見解をしていただきたいと思います。この東京地図事業の今後のビジョンについてまあお聞きをしたいというふうに思います。現在の法務局の地図整備はですね。 カ年計画、今の計画ですけど、10年計画は平成27年度に始まり、令和6年度で終了することになっております。その後、どのように計画を進めていくのか、先を見据えた具体的な新たなビジョンを腰を据えて検討していくべきと考えます。私が一つ提案したいのは、全国の都市部にある局所的な地図混乱地域の問題であります。 私も実は、土地区画調査士としての実務を長くやらせていただいた経緯がございます。全国には、ね、0.1平方キロ程度に満たない面積であっても、混乱度が高くです、ね、周辺取引に重大な影響のある小規模団地の地図混乱の問題がございます。これ 大変まあ多くあるわけですけれども、まあ、こういったスポット的地域についてですね、範囲が小さいことにより、これまでは法務局の作業対象外となっております、こういったものをです、ね、新たな基準を作って、法務局の地図作成事業に取り組んでいくことも考えてほしいと思いますそののための趣向的な取り組みも考えるべきと思います。 法務省では、現行の地図整備計画の終了後の次のビジョンをどのように考え、地図作成事業をどのように充実してさせていくのか、考えをお聞きし、またです、ね、その検討にあたっては、土地閣調査士や自治体関係者等の意見も十分に聞きながら、これまで対象にならなかった スポット的地域への対応も含め、早急に新規計画に向けた検討や施行を開始すべきと考えますが、今後の見込みも含め、これは法務大臣に伺いたいと思います古川法務大臣、現状では、登記書備え付け地図の整備状況が十分でなく、引き続き現行計画に基づく作業を着実に実施するとともに、 将来の地図作成事業について、国民のニーズを踏まえ、一層の充実や重点化を図っていくことが重要と考えております。特に、現行の地図作成10か年計画は、令和6年度までのものでありまして、現行計画が後半に差し掛かった今こそ、今後の地図作成事業の在り方を見据えた、総合的な検討を始める必要があると考えております。そこで 令和7年度以降の地図作成事業に向けて、委員ご指摘のような局所的な地区への対応の可能性も含めまして、今後、さまざまなアプローチから、スピード感を持って検討、準備を進めるよう、私から民事局に対して指示を行ったところでございます。今後とも法務局の地図作成事業を効果的かつ効率的に推進することができるよう、私も リーダーシップを十分に発揮してしっかりと対応を進めてまいりたいと存じます。豊田敏郎君、まあ大臣ありがとうございます。この地図整備というのはですね、これ国でしかできないまあ事業でございますので、その辺をですねしっかりと含み取りをいただいて。 これがです、ねえー、民間事業ばかりでなく、まあ、公共事業を推進していく上でもでも、ね、大きな推進力にあるということでございますので、よろしくお願いをしたいというふうに思います。次にマンション問題について伺いたいというふうに思います。私たちが生活していくためにはです、ね、土地の上に建物を建てて、そこに住居し、事業を行ったりすることが不可欠であります。 まあマンションが多く建てられるようになってから、すでに50年以上が経過し、近年では老朽化したマンションが目につくようになってまいりました。私はこれまで所有者不明土地問題に取り組んできましたが、その延長線上にある課題として、所有者不明マンションや老朽化マンション対策をに取り組むことが、我が国の将来にとって極めて重要な課題であると考えております。 国土交通省の調査によれば、築40年を超えた分譲マンションは、令和2年末103万棟から、20年後には約4倍の405万棟になると見込まれており、高経年マンションは今後、急増していくことになります。このようなな高高経年マンンションは所有者も高齢化し相続などを契機に 管理の担い手が減少する結果、老朽化、管理不全が進行する恐れがあります。4月18日の朝日新聞の長刊でございますが、東京都で1983年、まあ、昭和58年以降に建てられたマンションを対象にした調査を行ったところ、約16%に管理不全の兆候があることが判明したと報じられ、老朽化マンション対策はき の課題でございます、えー、他方、朝日新聞の記事でございましたけれども、マンションはあくまでも私有財産であるが、公共財産に近い役割もあると、今後、行政が個々のマンションの管理により積極的に関与し、管理の適正化を図ることが重要であると考えますが、国土交通当局のです、ね、所見を伺いたいと思います。 国土交通省阿波の住宅局長お答え申し上げますご指摘のとおり、老朽化したマンションが全国的に増加することが見込まれる中、地域の状況に応じたきめ細やかな施策を講じることができる、地方公共団体などの行政主体がこれまで以上に マンンショ管理適正化法の改正により、地方公共団体が主体的に関与する制度を新たに設けたところでございます。具体的には、地方公共団体による適切な管理計画を有するマンションの認定制度のほか、管理が不適切なマンションに対する指導、助言、勧告制度を創設し、本年、 4月に施行いたしましまこれらの新制度により、マンション管理の適正化が効果的に進むよう、引き続き地方公共団体と連携しつつ、取り組んでまいりたいと存じます豊田敏郎君。まあこれからですね、あの所有者不明、えー、土地対策とです、ね、その延長線上にある、まあ、新たな課題として、 この区分所有法制のですね見直ししについいいいてて質問をしていきたいと思います所有者不明土地問題については、昨年、民法不動産登記法の抜本的な改正を成し遂げたところであるが、その前にも、政府・与党においては、期限を切って可能なものから速やかに措置を行うという大方針の下で、所有者不明土地対策を着実に進めてまいりました。法法務省では民法の解釈を 明らかにするための共有指導ガイドラインの作成などにより、運用上の工夫、見直しを図りつつ、土地の公共的利用を円滑にするため、全国の法務局において、長期相続、未了等未了土地の解消事業や、表題部所有者不明土地の解消事業といった自治体の進める公共事業に 直結する所有者探索の取り組みを次々に開始し、確かな成果,成果を上げてきていることは評価したいと思います。そこで法務局が進めてきた長期相続・当期未了土地の解消事業と、表題部所有者不明土地の解消事業について、制度開始からこれまでどのような実績が上がっているのか、法務局に伺いたいと思います法務省金子民事局長。 お答えいたしますまず、長期相続登記と未了土地の解消事業につきましては、全国の法務局で事業を開始した平成30年11月から本年3月末までの間に、所有者の登記名義人約8万5千人分、合計で約23万4千筆の土地につきまして、法務局による法定相続人探索を完了し、その結果を地方公共団体等に提供しているところでございます。 次に、表題部所有者不明土地の解消事業につきましては、全国の法務局で事業を開始した令和元年11月から本年3月末までの間に、合計で約2万4000筆の土地につきまして、所有者の探索を開始し、約7000筆の土地について、探索の結果を登記しているところでございます豊田敏郎君。 あのまあ、数字を聞いて、えーまあ、本当にです、ね、成果が上がっているというふうに思います。あのまあ、これまでの取り組みは、すでにまあ大きな成果を上げているわけですが、昨年の民法改正では、土地・建物の管理制度の創設や、共有・総輪関係の見直しなど、土地や建物の利用の円滑化の観点から、所有権の在り方について極めて重要な見直しを行うものでありました。 他方でマンション等の区分所有建物においても、相続等のを、相続を契機にですね、所有者の所在が不明になったり、所有者が自らはもう住まないからと、まあ、管理意欲を失ったりする現象が生じてきております。昨年の民事基本法制の見直しにおいては、区分所有法,の区分所有法については、区分所有者関係の特質を踏まえた別の 考慮が必要であるとされ、その見直しは将来の課題として残すこととされましたが、区分所有法についても、まさに都市部における所有者不明土地問題として、早急に対策を行う必要があります。特に憂慮されるのは、所有者不明、管理不全が進行していくとです、ねえー、区分所有者の意思決定が阻害される恐れがあることであります。 現行の区分所有法ですが、区分所有者の所有者間のです、ね、意思決定、これはです、ね、集会において多数決で決議をすることにより行われております。まあ、しかし所在不明なあ、所在不明な方や無関心などで決議に参加しない区分所有者は、反対者として取り扱われることになっているため、 そのような社が多いとです、ね、多数決に必要な賛成が得られず、意思決定を行うことが困難な状況になります。この状況を放置すると、建物をきちんと管理しようとする個分区分所有者がいてもです、ね、必要な賛成が得られないために意思決定をすることができず、建物が管理不全になっていくことになりかねません。法務省では 区分所有法の見直しに向けててて研究会で検討を行っっいると伺っております区分,区分所有建物の管理を円滑化する方策として、どのような検討をしているのか、また、いつまでに論点整理を行う予定か、法務局に伺いたいと思います法務省金子民事局長。お答えいたします。 本部長では区分所有法制研究会に参加して、区分所有法制の見直しに向けた論点整理を行っているところでございます。委員ご指摘のとおり、区分所有者が区分所有建物の管理等について意思決定を行う集会の決議におきましては、所在等が不明な区分所有者や、建物の管理に無関心で集会に出席しなかった区分所有者は、反対票を投じたものと同様に取り扱われるため、決議に必要な賛成が得られず、 建物のの管理不全化を招く恐れががあるとの指摘がございますそこでこの研究会におきましては、区分所有建物の管理を円滑化する方策として、所在等が不明な区分所有者等を決議の分母から除外する仕組みや、共用部分の変更決議における多数決割合、これ現在は区分所有者および議決権の各4分の3とされておりますが、 の引きき下げ等につきましてて検討を行っているところでございますでこの研究会におきましては、令和4年度の、4年度中のできるだけ早期に論点整理を取りまとめることを目指しているものと承知しております豊田敏郎君あの、マンションのストック数総数でございますけれども、まあ、令和2年度末の時点で,です、ね、今実に675万棟を超えておりですね、 国民の実は一割今日、えー、の方がです、ね、このマンションに住居をしているということになります、まあ、地方においては区分所有のマンションほとんどございませんけれども全国ではまあそういう数字になりますで現在はまあ新築マンションもどんどん建築されておりマンションのストック数は今後も 増えるというふうに予想されます、まあ、その一方で、マンションが多く建てられるようになってから、50年以上が経過しているわけでございますので、老朽化マンションが特に目につくようになってまいりました、一つですね、この区分所有法の見直しについては、それらの状況もです、ね、しっかりと把握した中で、いやいや早い改正を求めるものでございます。 区分所有建物をしっかりと管理することができるようにした上でです、ね、必要であれば建て替え等を円滑に行うことができるようにすることが必要であると考えますが、先ほど述べたようにです、ね、区分所有が民、まあ、イコール民の私有財産であることを基本としつつ、行政が適切,適切に関与するシステムを作り上げることが重要で。 あると考えますそのためには所有者不明土地問題と同様にですね、関係省庁が綿密に連携し政府を挙げて取り組んでいくことが大事であると考えます最後に法務大臣の意気込みを伺って質問を終わりたいと思います古川法務大臣委員御指摘のとおり今後 老朽化したマンション等が急増していくことが見込まれております。将来に向けて、マンション等の管理や建て替えなどの円滑化を図ることは重要な課題でありまして、関係省庁と連携して、多角的に取り組む必要があると認識をいたしております。区分所有法制研究会には、現在、法務省に加えて、マンション管理適正化法等を所管する国土交通省も参加しているところであり、 区分所有法制の見直しに向けた論点整理が進められているものと承知いたしております法務省としては引き続き関係省庁と緊密に連携してマンションの管理の円滑化等の課題にしっかりと取り組んでまいりたいと存じます豊田敏郎君え、どうもありがとうございました、えー、大臣ね、一つこの問題はですね、間違いなく起こる課題でございますので まして、先ほども申し上げ、地図整備の話でも申し上げましたけれども、これではの国が関与していかないとですね解決できない問題であるということを深く認識をして、ご努力をいただければというふうに思います。ありがとうございましたそ後の段 敏行。足立俊